乃木コレの君に叱られたのを開封するという動画の後編になってます。これはあれかな、弓やばいよ、めちゃめちゃやばいね、これこれは沼っちゃうね、沼っちゃうね、もう運営の犬だわLLC にお金を払うわどうも、新一さんを自分の手でコンプにしたいタグです。どうも、SR を引きたい行事です。どうも、ソシャゲみたいに乃木コレ引きまくりたいエンタです。はい、ということで今回の動画は、乃木コレの君に叱られたの生ショーを開封するという動画の後編になってます。はい、で乃木コレについては前編の方で詳しく説明されているのでそれを見てからぜひこちらの後編の動画を見ていただけたらなと思います。それでは楽しんでいきましょう。はい、ということで、私タンクも10パック購入したのでこれを開封していきたいと思います。そうか、作戦としてはどうしていくつもりなの、まあ、ここよ、ここがね、ターニングポイントよ。エンタが一箇所だけにしてたから、うん、俺は逆に全部行こうかな。あ、全部行った上で最後と最後良かったところをもう一回とか。いや多分覚えてないから多分真ん中でいいや、はい、じゃあ僕もじゃあ左上から一泊目行きたいと思います。おお、紫白。わかんねえ、マジで。マジでわかんねえ。やべえわ。あやねちゃん、なんかそんな気がする。あやねちゃんじゃあ、はい。どうでしょうか。おお、いいじゃん。およりさすが、ミキ推しのタンク。あやねちゃん。ミキから引いていく。より、だから、引き待ちか。寄ったね。寄ってよ。寄ってるんじゃない、ね、寄ってない。でも、コンプじゃない、コンプ、コンプ引き待ちだったっけ。そう、20パック目だからね。俺テンション上がってて何も覚えてない。じゃあ2枚目。おお、ゲンちゃん。これは割といっぱい出てる。これはいっぱい出てる。いっぱい出てる。いっぱい。はい、じゃあ3枚目。ああ、これはあれかな、初めてじゃない、うん、引きはね、あの、超えてるの見て。よりも出たからコンプじゃないか。ああ、そうなんだ。ごめんなさい。はい。じゃあ4枚目。お、初めて。初めてだね。真由ちゃん、初だよ。真由ちゃん自身初だ。そうか、まだ出てないメンバーいるんだ。まだ言えね。確かに。はい。ラスト。ああ、レイちゃん。レイちゃんってさ、よりとさ、引き引いたら中ってあったっけ？コンプじゃない気がする。コンプだと思う。俺がね、よりと引きを引いたから、まあ、最後にね、これ集計できるから。そうね、いらんこと言わんとか。はい、2バック目。次は一番上の真ん中、オレンジ、オレンジ、レンジだ。はい、1枚目。あー、レイちゃん来ましたね。いいな、このレイちゃん。自引きでセミコンですね。はい、2枚目。これ結構ラグあり。あー、クロミちゃん。クロミちゃん。さすがに被りますね。まあまあまあ、しょうがないよね、もうって、はい、20引いてるわけだから。そうね。3枚目。あー、これを引いてない。これを引いてない、中引いたけど、両親って聞いちゃい1枚も出なかった、うん、で、そうだね、これは嬉しいですね。じゃあ4枚目。おお、あれ、いや、これ2コンプだよね。そうだよね、出るね。両親ってさ、より中だもんね。そう、ありがとうございます。こう回収する、ありがとうございます。回収する前提で俺より、しかもより中中とかでもらってたから。ああ、じゃあラスト。おー、皆さん
やがましいもっと押し。そうね。ここでもっと押しって言ってね、なんかタンクがもっと押し。俺は違う。エンタのなんかごめん。言わんといてよ。謝るなら、謝るな。毎回言われるよ、これ。なんか、誰も得しないじゃない。はい、じゃあ右上。パック目。とりあえず次何パックか分かる。そう、確かこれ。あ、お、あ、これは、強い。いいじゃないの。強いよ。力が強い。テンションが高いから。マジ酔ってるわ。はい、じゃあ何でしょうかね。おお、いいじゃないのもう。痛いの。痛いよ。あの眉タンみたいにさ、あのスキッツの眉タンのオマージュなのぶったたいだ。はい、二枚目。おお、ハズキ。ハズキ。これは出たか。これは出たね。かわいい。はい、じゃあ三枚目。おお、ね、いいじゃないの。痛い。でもね、多分マユちゃんね、これしか出てない。これしか出てない。これしか出てない。これが2枚目。さっきこれが出てきて2枚目っていう。4枚目。おお、これは何本あってもいいんだよ、これは。レオちゃんもね、よりしか出てない。より2枚出ててね。あ、気にすんだけど、何本あっても、何でもあっても。まあそう、何本あっても回収するから大丈夫。はい、じゃあラスト。おお、これも出たね。なんか結構出てる気がする。なんか、よりがね、あんま出てない気がする。うん、よりがね。さすがに被ってくる。そうだ。でもまあ、だってね、ミューチェントですれば、これで4だよね。4パック。ハッピーな感じで、ね、2列目に。2列目。2列目の左。あー、ミューチェント出ないの？あれ、これは。来ました。松尾美優ちゃん、マジで舞ちゃん出ないね。さすがだね。さすがだね。持ってるね。持ってないの。おお、よっ、より初じゃない。より初じゃない。おお、いいね。やったね。かわいい。はい、お前ね、サイリウムの知識がめちゃめちゃアップデートされてるね。お前、真夏さん好きじゃん。これが出たら3枚、3枚か4枚くらい出るよ。こんにちは。多いな。これ多分3枚じゃないかな。3枚目。おお、レンタン。あっ、いいっすね。おいおいおい、隙が見れてない。レンジあれだね。レンタンとタマちゃん出るとめちゃめちゃいい、ね、いや、そこなんだ今。レンタマですか。レンタマなのね。やっぱレンタマ。そう、ナッタマみたいな。あ、ナッタマわかんだ。ナッタマか。納豆と卵で。ナッタマって言うんだ。そう、納豆卵かけご飯のことをナッタマって言って。あ、いいね、なんかキャッチーだね。いや、中学校の部活の時さ、なんかそれがめちゃめちゃ体力、体力みたいな、体重増加にいいみたいな。高タンパクで。そう。いい。なったまくえ、なったまくえって、あの、監督のね、あの、中性したの。以上。なったま、なったま。なったま、おそらくかと。はい、じゃあ、やばいね。おぉ、これは出たね。今ね、多分、いや、めっちゃ出てる。重要いいよ。よく見る顔する。はい、じゃあラスト。まあ、20何パックもね。ああ、2枚目だね。これね、これも2枚目だ。これ4パック目。4パック目。もう折り返しか。折り返しですよ。やばい。あれマイチュンが引けないぞ。マイチュンも引いてないぞ。けしからんな。けしからんな。さくらちゃん引いてるから、まあ、俺的には全然大丈夫だよね。このまま順調に行こうか。はい、じゃあど真ん中。君に決めた。おお、ハッキー。ハッキーですね。ハッキーで俺らおーって言ったらやばいもう慣れてきちゃったよ。ハッキーね、めっちゃ引いてるから。おーん、ハッキーかみたいな。ハッキーだからより以外がいいね。じゃあ、うん、おー、おー、スバラ、スバラ、よしよし、スバラ、スバラ。2枚目。おお、おお、おお、リカちゃん、リカちゃん、リカちゃん、3枚、これ3枚目だね。結構多いよね。これ3枚目じゃない。はい、3枚目。
ゆなちゃんはこれは初めて。これは初めてみたいな。中があったけど、これは初めて。ここで初めて弾いていくの。なかなかいい。4枚目。あ、これはあるね、あるある。ビッ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 。これをかぶっちゃいましたね。じゃあ5枚目。ああ、出たね、出たね。あ、出たっけ？出た、出た。気がする。これがね、弾いた。これで、やばい、折り返しですよ。やばい。ヤンちゃん、またちょっと前髪作ってくんねえかな。いや、今、あのヤンちゃんも好きなんだけど、前髪ヤンちゃんが久々に見たい。ああ、確かに。はい。折り返しっすね。折り返し。まあね、半分引いても毎日は引いてる。お、ズッキーじゃん。ズッキー。おぉ。ズッキーじゃないですか。引いたら、熱くない何でしょうか。おい、引き。おー、いいねいいね。うまく穴を埋めてくれてるっていう。うまいね。痛恨。おかしいだろ。おかしいだろ。山下さんは別にいいんだ、俺はもう。よくねえよ。いや、俺はいいんだよ。よくねえよ。新内さんだよ、新内さん。あざす。あざす。引きが来ないね。もういいんだよ、もう。引きが来ないね。引きが来ないね。引きが来ない。お前らしくていいよ。俺が好きだぞ、そういうところ。ありがとう。3枚目ルナちゃん。あー、出たね。これは出たね。出たね。ルナちゃん、寄りが出てない。寄りが出てないかな。中…見てないかも。そう、中はあったかな。4枚目。おお、いいね。初コンプラ。コンプラ。いいね、いいね、いいね。いや、嬉しい、嬉しい。そしてこのキーちゃんめっちゃいい。めっちゃ好き。いや、これいいな。めっちゃ可愛い。目パッチリね。はい、ラスト。あー、はいはいはい、いっぱいいっぱいいますね。いっぱいいるやつ。いっぱい。あれ6で、あれ、え、次7、あれ、もう7か。もう下はないよ。あー、やっぱ1個ずつって、うん、お、これはあれかな、弓っきり、弓っきりなのかな。弓、おっ、おっ、おっ、これはレアじゃん。おお、ユミッキーのレアなのかな、これは。ユミッキーの。じゃあ左上開けてみて。左上。でもこれ関係ないじゃん。そうだね。そうだね。おお、やるね。持ってるね。うわ、あれ、やべえな。あれ、あれやもう。三パー引けないやつ。三パー引けないやつおる。おる。三パー引けないやつおる。はい、じゃあ二枚目。おー、ベンちゃん。こん中で一番得を積んでるんだけどな。はい、じゃあ3枚目。あー。あー、いや、マジ、初ホログラム欲しかった。悔しい。いや、でも、この中でスーパーレオを初めて弾くのは俺だから大丈夫。あー、なるほど。今後ね。うめか。うめか。うめか。さあ。落ち込むなよ。開けちゃって。夢いいだろ。開けちゃって。夢いいね。もっと開けちゃいます。よりだったら、あ、よりしかないのかな。あれはよりだけ。ああ、じゃあ。じゃあ、開けちゃいます。初だな、ユミッキーのより。おー。かわいい。え、てか、そうよ、ユミッキーのより初？まあでも、まあ、コンプってなんないけど。うん、そう、なんない。よね。いや、いいな。カホですか？そうね。初めて弾いたレア。これは思い出の人だよ。届いたらおでこ張っちゃうね。時期押し候補に、ぜひ押し候補。はなりはあるな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 。全然ある。新金マジ面白いよ、マジで。新金マジ面白い。これあれだね、だからこれで証明されたけど、10セット開けるあれがあって、最後に必ずレアが来るっていうわけでもないんだ、ね、ああ、そうね、そうね。7人来たもんね、今、10セットで確実に出るわけでもない、ね、あ、逆にこっからもう全部レア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 かもしれない。そう、まだあるよ、全然。そうね、あとは新内さんだけです。いや、来ないっすもん。新内さんのレア引いたら確かに、それはもうやばい。でもね、大丈夫っす。タマちゃん、タマちゃん最後に来るか限らない。たまたまさっきエンタが最後に YouTuber 魂。そうそう、 YouTuber 魂ですよ、やっぱ、ね、はい、じゃあたまちゃんどこでしょうか。
週あります。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 2枚目。お初だ。初よ。初や。コンプや。コンプや。俺コンプ量産しとるな。カランカランカラン。いいね。じゃあ、3枚目。おぉ、いやそこじゃない、シューでした、シュー、違う、そこじゃない、嬉しいです、嬉しいです、嬉しいです、ようやく押しを引けた、あまだあるよ、だって普通同じパック、俺だって毎日2枚引いてるから、うん、まだ全然引きあるよ、引き引いたら勝ち、お前ね、あー、ちゃん、次毎日毎日、これショックいけ、これそれ良くないよ、良くない、ごめんなさい、おーデンちゃんデンちゃん遅うかな、もういや、マジかい、え、とりあえずサスケ出る、とりあえずサスケってない、え、デンちゃんサスケ出るの知ってる、知ってますけど、だから俺が出る、押して押して同じ道あいのにね、あれ聖地じゃん、ね、あれ毎回セットは壊してくって作ってしてると思うけど、9バック目、うん、引きを引きたいんだっけ、スミって分かんない、新しいの、あれユナちゃん、ユナちゃん、ユナちゃんじゃない、ユナちゃんだっけ、ユナちゃんじゃないのさ、あ、そうだ、お俺の知識はどんどんアップデートされてくる、アップデートされてる、記憶力が一発で覚えるのすごい、2枚目、おー、よく見る顔っすね、頼む、頼む、お前頼む、お前より、あーよりが欲しいんだよ、お前ね、あこのポーズ可愛いからいいじゃん、いや可愛いけど、俺3枚とか揃う、君に叱られた真打ち毎週無限回収しろよ、もうマジこれ無限に回収できる、可愛いけど、はい、ではラスト、おあやめちゃんはね、あの幼児の時点でワッコンとしてるから、そうそう、おい、食べて、お、これでラスト、ラスト最後、どこ引く、どこ引く、いやー、ど真ん中、ど真ん中、いいね、ここでいいな、そこ毎日出てないよ、いてかませ、いてかませお、これは松尾、松尾美優ちゃんの感想だ、あー、ノーマルか、え、これあれかな、なんかさ、グレあのアップグレード的なの、乃木フェスのアップグレード的なの、あー、確かにあったな、くるってやって、くるくるくるって前に初めてね、色が変わるみたいな、ね、確かに、あったな、熱い、おお、あ、アスカだ、あ、そうだ、ああ、アスカもそうだよ、そうだそうだ、そっちパターンもあるから、すっかり忘れてたわ、なんか黄色黄色でイクちゃんとハズキがいるみたいな、ね、そうかそうか、アスカ引き引いてくれればな、俺アスカの寄り中だから、ブリはでかいな、でも、はい、ここからアスカの引きが出るかもしれない、まあまあまあ、出るかもしれない、アスカちゃん引きと新内さん引きどっち引きいや、偉いよ、お前は偉いよ、いや、今のはね、偉いよ、俺はお前を試したから、あと、アヤティ足りてないんだけど、アヤティ足りてない、あ、ここで、あ、待って、あ、分かった分かった、アヤティ引き、新内さん引き、で、遠藤さくらより遠藤さくら引き引いたら、もう、お前のこと褒めてなんで遠藤さくら2枚引かなきゃいけないんだよ、なんだよ、普通に真打ちより引かせて、だったら中村の中引き引いてくれよ、おかしいだろ俺のパックだよ、俺の中村の中引きだろ、押してるぞ俺の俺のパックだよ、はい、おー、あー、僕これはね、あの R 引いてるんで、確かに R 引いてるんで、はい、1枚目、おー、キーちゃんね、これも結構あるあるやつね。より引いたら痛恨ぐらいになりそうです。残すところ2枚ですよ。これでの中引きだな。での中引き熱いね。そしたら。どうだ。おお、まゆちゃんやっとあれだね。ここに中以外のまゆちゃん。中以外コンプ。ラスト1枚。これと。なんかまゆちゃんより引いたら綺麗。確かに。ああ、それはあり。ありじゃねえ。
あり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 。毎中は無理。頼む。毎中はね、しょうがないよ。さあラスト。あと頑張ろう。ミキには愛されたが推しに愛されず。心中をお察しいたします。といった横の方も揃ってないけど。揃ってないけど。いやまあ安くしとくよ。プリキュア衣装の時なバカみたいに押し引いたんだけどな。すごかったね。プリキュア確変配置だな。うちに何じゃああれかな。これで30セット開封が終わったんで、ね、まあ、これで僕ら3タイル3人の30セット分の商品獲得一覧見ていきましょう。はいはい、どうだどうだ。真夏さんがどんだけ買っても SR はやっぱ出ない。真夏さんでも引きが3枚あるんですよ。より引いたらよりだったら通行になったんですよ。いく、ね、ちゃんがよりがないと。で梅の4枚引いてるよ。梅めっちゃ引いてるってよ。そう、俺もめっちゃ引いたから。タンクだけで、レンカちゃんがね引きが一番引けてない。で、エンドサクラちゃんはあれかな、あのかき集めてあのポンプになる。そうね。で、カッキーが引きが1枚しか引けてないんだよね。そう。サーちゃんも引きがないと。そう、引きがない。あ、ヤンちゃんはコンプだね。ヤンちゃんコンプや。ヤンちゃんはゆりちゃんはあれかな、 あのあれだね、ポーズ違うんだね。うん、あ、本当だ。あ、本当だ、俺気づかなかった。でもさ、マジさ、このさ、集計ソフト配信してほしくね。確かに。マジで。ね。めっちゃ欲しい。めちゃめちゃ欲しいんだけど。頼むか、これを配信してほしいよ。あの、普通の通常の生写真。で、キーちゃんが。キーちゃんがコンプだね。で、くぼちゃんが。くぼちゃんちょっと中がねえのか。中がないんだ。え、引き？あ、でもそんな引いてないわ。クロミちゃんね、引き結構引いてた。あ、売り物引いてるわ。あ、アスカちゃん、え、アスカちゃん3枚引いてる。あ、2枚か。アスカちゃん2枚だ。引きが引けてない。で、タマちゃんも引きがない。だから引きがさ、全体的になくない。ない。デンちゃんコンプ。デンちゃんコンプだ。コンプっすね。デンちゃんね。通行してるやん。本当だ。本当。リカちゃんがいる。リカちゃん。ゆなちゃんもよりがないで、新内姉さんはタンクがあのアホほど引き引いたから。じゃあ中な。中アコほど、そう、アコほど引きが引けないって言ってた。5枚ってどうすんの？5枚って。もう1三1だな、1三1。これいきます。あゆねちゃんが引きになって。レイちゃんもあれか、あれか、引き。アンコンで。あゆちゃん引けないのか。まゆちゃんもね、最後であれだね、引き引いて。うん、そうね。あやマジレノちゃん中引きないってどうなってんだよ。ね、運命って残酷なんやけど。残酷だよ。で、はい、セイラちゃんもアンコンで、ルナちゃんもよりがない。ないで、松田美優ちゃんも中がない。中だね。ハズキってより出てた。ハズキより。あ、出てるわ。出てたか。じゃあアンコンしてるね。で、あ、ユウちゃんが引くだけで、レナチも。山下さんも通婚してるんですよ。山下さん通婚してる？通婚してるわ。おいいね。で、ユミッキーが、あれだ、あの、よりが、よりがないのレアのよりしかないっていう、逆にレアな現象。あ、ヨダちゃんもあれか、中引けてないんだ。アヤティも中引けてないし。で、マーヤが、まあいいよね。中しか引けてない。はい。いや、楽しかったな。楽しい！楽しかったね。これめっちゃわかりやすいな。やべえ、超楽しい。これは買ってしまうわ。えぐいて、これやばい。すでに次の衣装楽しみ。早い早い。けどさ、そう、君後編最後あったじゃん、うん、俺らやってさ、自分回ってきてじゃん。楽しいっしょ。楽しい。やばいっしょ。やばい。めちゃめちゃやばいね、これ。これは粘ってしまうね。粘っちゃうね。はい、じゃあ、タンクが10パック、タイルで30パック引いてきました。まあ、結果は先ほどご覧になった通りでしたけど、いや楽しかったね、めっちゃ。やばい、これ運営さん考えましたねっていう。いや、もうやられたわっていう、もうね、やられたわ。もう完全にやられた。もう運営の犬だわ。完全に俺完全に犬だわ。もう犬だわ。犬だわ。僕は運営の犬だわ。LLC にお金を払うわ。
まあね、オタクなってこんなもんですよ、ね、ちょろいんですよ、ね、でもまあ本当に楽しかった、いいコンテンツだったなと思いました、うんね、はい、特に YouTube やる僕らからするとすごいありがたい、やりやすいし、やばい、わかんないですけど視聴者の方は見やすいんじゃないですかね。いや見やすいと思うよ、綺麗綺麗にね、そう見えるから。で、あとはまあ実物届いた時に特にあのレア、そうね、今までないかったから、まあどういう風にホログラムになってるのかちょっとね、カメラだと分かりづらい可能性もありますけども、ちょっとまあどんな感じかね、うん、まあ動画1本上げるか、まあショートでかなんかで、はい、上げれたらいいなと。上げたいね、2枚出たからね。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 2枚出たからね。ね。2枚出たからね。結構出るもんだね。ね。なんか、ね、一番出ないのかなと思ったけど。ほんと俺、冒頭の挨拶でね、ほんとやり直したいもん。スーパーレアを引きたい用事です。バカじゃない、レアも引けないのに。ほんとに。ほんと、恥ずかしいよ。まあ、出ればいつか叶う。そうだよ。言霊って言いますから、ね、言霊って言う。でも知ってる、あの通常生写真の方は、ね、直筆サイン、毎回あの引きたい引きたいっても一回も引いてないから、一回もなーい。だからもうはい、 SRR の方がさすがに確率は高いでしょう。そうですね、うん、まあ SR マジでね引きたいね、引きたいね、引きたいね、演出も見たいよね、ね、どういう感じなのか。確かに俺ん時さ、なんかさ、あの初めてだったからさ、すごいスッて行っちゃったから、ね、スッと行っちゃった。お店したいね、 SR の演出もね。そうね、絶対ね、この画角に、画角じゃん、絵の絶対この動画にね上げてやるから、それまで買い続けるからやろう、はい、やるぞ。はい、じゃあこの動画を見て運営の犬になりたいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタン、コメントの方よろしくお願いするわ。それでは次回も楽しんで行きましょう。